そしてご挨拶をいただきたいと思います。まずは中川大志さん、お願いいたします。はい、皆さん本日はありがとうございます。中川大志です。完成報告舞台挨拶ということなんですけども、もう完成は2年ぐらい前にしてたんですかね。それで、公開の方も、まあ、延期になりまして、ようやく、この映画、来月公開できるということで本当に嬉しく思ってます。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。続いて石井アンナさん、お願いします。はい、石井アンナです。今日は来てくださりありがとうございます。去年公開予定から1年が経って、ようやく完成報告会ができることを本当に嬉しく思います。今日はずっと朝から心臓がバクバクしてるんですけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて井上機械さん、お願いします。はい、井上機械です。皆さん本日はお越しいただきありがとうございます。本当に主演のお二人も言ってた通り、2年ほど前に完成して、ようやく今日皆さんにこうお届けできて、来月公開することができて本当に幸せです。今日は短い間ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて松井愛理さん、お願いします。はい、松井愛理です。皆様今日はお越しいただきありがとうございます。本当にこの映画が公開されることをとても嬉しく思います。今日は短い時間ですけど、皆さんといろんなお話ができたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて北村匠海さん、お願いします。はい、北村匠海です。本当に2年前、僕は参加日数1日だけだったんですけど、小学校の頃からずっとこう事務所の仲間として一緒にいた大志くんと、そして本当10代の時共演した以来のアンナちゃんの現場にこう参加できた当時、2人が20歳だったキラキラ感をこう少し思い出しました。やっと完成を報告できてとても嬉しく思います。今日はお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。続いて矢田亜希子さん、お願いします。矢田彦です。皆様こんにちは。私もですね、皆さんと同じくようやくこの日がやってきたなという感じで、本当に今日ワクワクドキドキしてまいりました。私はですね、サブ監督とご一緒したのも初めてでしたので、この今日揃っている皆様、キャストの皆様とご一緒できたのもすごく光栄です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いて原田智代さん、お願いいたします。皆様今日は、お越しいただいてありがとうございます。原田智代です。私も、ほんの少し、もう1日だけの撮影だったんですけれど、サブ監督、素敵なキャストの皆さんが、一生懸命作ったこの作品に参加できたことを本当に幸せに思っています。たくさんの方にこの映画が届くように願っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて堤真一さん、お願いいたします。どうもこんにちは。とはいえ劇場でせっかくやってるんですけど、一般のお客さんがいなくて、こういうマスコミの方だけという形でちょっとまだ寂しい思いはあるんですけども、とにかくいい映画ができたと思ってますんで、ぜひ皆さんで、宣伝していただきたく思っております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして最後にサブ監督、お願いいたします。サブです。いや、もう本当にこれはもう自信しかない作品というか、もう自信だけがあるなんかそんな作品で、やっと公開できてすごく嬉しく思ってます。今日は皆さんすごいいいポジションを取られてて面白いなと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではここから映画についてのお話に入らせていただきますので、スチールの皆様恐れ入ります。フラッシュ撮影、ここからお控えください。さあ中川さん、先ほどサブ監督も自信しかないさ、はい、あ、ごめんなさい、私ここなんですけれども、はい、はい、正面を見ていただければと思います。はい、はい、すいません、そうです、はい、ね、サブ監督も自信しかない作品とおっしゃっていましたが、はい、そんな中、清澄というね、はい、はい、役柄でしたけれども、彼はまあ命がけで人が真似できないようなことを行動に移す、まあ、ヒーロー像を体現されていたのがその中川さんだったなと思うんですけれども、今回この清澄という役柄演じられて、どんなことをお感じになりました？そうですね、清澄っていう男はすごく僕は自然体で、すごく本当にななんだろうな、学校っていう社会の中で
周りの目だったりとかある中で自分が思ったことを口にできたり行動に移せる男で、それってすごく勇気のいることだと思うんですけども、なんかその清澄のその存在の仕方がハリちゃんとの関係性、ハリにすごく影響を与えて、逆に清澄もやっぱりハリちゃんからすごくいろんなものをもらってるっていう関係性だったので、まあ、とにかく僕はあのアンナちゃん演じるハリーをなんか一瞬たりともなんかこう表情だったりとか見逃さないようにっていうのを本当に意識して、目の前のハリーに、すごく全てを集中してやってました。ありがとうございます。そうですね、あのハリがまた清澄の原動力になっていくという、はい、ハリの存在かなり大きいというのが今のお話からも伝わってきたんですが、改めて現場での石井さん演じられた、まあ、ハリおよび石井さんというのはいかがでしたでしょうか。いやもう本当にあの石井さんに聞いてますか、中川さんに。僕に聞いてますか、はい、あの本当にあのハリっていう女の子はあの辛いし難しいし大変だろうなと思ってたんですけど、アンナちゃんとはもう3回目とかで本当に中学生ぐらいの時から一緒にお仕事してまして、どんなハリっていう女の子を作り上げるんだろうなと思ってすごく楽しみにしてたんですけども、本当初日の初めてやったシーンの、そのハリの姿を見た時にもうなんかズーンって自分にこう来るものがあって、なんかあのあ本当に自分はここからこの針のために、強くならないといけないんだなと思わされましたし、本当にアンナちゃんのこの作品への覚悟をすごい感じたのをすごく覚えてます、はい、そうですよね。石井さんが演じられた針というのが、ね、石井さん他人には絶対言えない秘密を抱えているという苦しみの中で、はい、まあ、清澄から救ってもらうという役柄ですけれども、石井さんこれ結構大変じゃなかったですか。そうですね、なんか今こう改めて映画を見るとあ大変だったんだなと思うんですけど、でもやってる当時はすごい楽しくて、なんかハリが清澄に救われたように私自身もすごい大志くんにこう救われる部分があったので、なんか大変ささえも本当青春だったなって思えるような期間でした。ありがとうございます。ハリーという役自体にはどのような気持ちを抱きましたか。小説を読ませていただいた時になんかこう人間味あふれるハリーがすごく好きで、なんか応援したいし共感して肯定して演じていきたいなってすごい強く思ったので、なんか自分自身にこうプレッシャーをかけながら台本と戦いながら毎日過ごしてました。ありがとうございます、はい、そして井上さん松井さんにも伺いたいんですけれども、お二人が演じられたのは、はい、まあ、格好好きの学年一の嫌われ者がいる中でとても中立な立場を貫く頼もしい存在の二人だったんですが、井上さん演じられていてこの田丸という役柄はいかがでしたか。はい、やっぱり台本を初めて読んだ時にこの作品で描かれている清澄とハリっていう2人の状況は本当に身につまされるものがありましたし、そこにこう田丸がどう関わっていくのかっていうことで、まあ、僕なりに台本を解釈して田丸はやっぱり清澄にとってのヒーローにならなきゃいけないなと思っていたので、常にこう清澄と2人のシーンが多かったんですけど、清澄をこう言葉じゃないどこかでこう励ましているようなことを常に心がけて演じました。ありがとうございます。松井さんが演じられた尾崎に関してもやり取りでね、こうちょっとコミカルなふっと笑えてしまうところもあれば、中立な立場ですごく正義感を感じる部分もあったんですが、尾崎に関しては松井さんどのように思って演じられてました。そうですね、尾崎はあまりこうなんて言うんでしょう、多くを語らないと言いますか、すごくクールで話すテンポだったりそういうのも独特なので、そこをこう大事にしながら、そうですね、伝える要点だけを伝えるっていうなんかすごく難しい役でしたね、はい、すごく初挑戦な役だった気がします、はい、
ですね。中川さんとのやり取りとっても面白かったんですが、あのあたりの空気感ってどうやって生まれていったんですか。どうやって生まれていったんだろう。まあ淡々とやってましたね。そうで、うん、でも妹がね、うん、あの尾崎姉妹で、うん、尾崎姉と妹、そうだね、清原果耶さんがいて、その二人もね、うん、こんな美人な姉妹がいるのかっていう、その姉妹を楽しんでいただきたいですね。はい、中川さん、石井さん、そして井上さんも松井さんも学園生活、学校生活のシーンで何かこう撮影で印象残っていることってありましたか。中川さん、石井さん、井上さん、松井さん、ありました。どうですか。でもあのいじめられるシーンがあるんですけど、こういじめてくる子たちのお芝居がもう完璧で、なんか私が本当そこに存在していれば、そういじめられてる、なんて言えばいいんですか、ん、すごい上手でしたすごかった、もう空気がすごかったです。そう、本当にこの現場の空気とか、こう教室内の空気がを作り上げられている状態で私が行ったので、なんか圧倒されてすごかったです。嫌な空気でしたね、はい、すいません。それだけリアルに演じられていたからこその、うん、まあ、引き出された石井さん、あの怯えの表情であるとか、針の苦しさっていうのはあったんですかね。うん、ありましたね。なんか涙をこらえるっていうシーンでも、なんか涙がどうしてもこう流れてしまったりとかはありました。うん、ありがとうございます。井上さん、何か中川さんとのシーンで思い出ありますか。なんですかね、だいぶ前なんで、そば食いに、あ、そう、撮影じゃないですけど、2人でね、そば食べ、長野で撮影させていただいてたんで、はい、そう、それで、ね、そば食い行こうつって、それよりあの僕は撮影中、大志君がタメ口でいいよつって、タメ口で喋ってくれてたのに、今日はずっと敬語なのか、いやいやいや、もうなんせ2年以上ぶりに、はい、もう前の話なので、はい、すいません。またちょっとずつまた戻ってきたいです、まあ、親友に、はい、一旦リセットされてしまったということでしょうかね。はい、はい、居心地が悪そうになってますけれども、ありがとうございます。そして北村さん、原田さんにも伺っていきたいんですが、北村さん、あの、はい、真っ赤な嵐、父清澄の存在から大きく影響を受けているという、まあ、息子の役でしたけれども、はい、演じられてみていかがでしたか。まず2人の息子っていうのが何とも言えない感情というかね、あのなんかすごく最後の日だったんですね、うん、全体の撮影の最後の日に原田さんと2人で参加して、はい、なんかでもそのきっとその2人が作り上げてきた現場の空気がすごく良くて、もう僕はそこにこう溶け込むようにというか、もう自然な流れで真っ赤な嵐という役を演じることができたので、うん、本当にいい現場だったんだなって思いました。で、映画を僕はね3回ぐらい見たんですよ、好きで。すごくいい作品だったので、なんかやっぱその時感じた現場の空気っていうのがもうそのままなんかこう映画に現れてたなと、参加できてよかったなと思いました。わかります、3回見てしまう気持ちよくわかります。はい、原田さん、そんな息子を温かい眼差しで見守るというお母さん役どころでしたけれども、いかがでしたか。私もあの現場に入った時に、撮影の合間に監督が主演のアンナさんと中川さんが本当に素敵なんですっておっしゃって、それがすごく印象的で、あ、この作品は絶対いい映画になっていくんだなって、まあ、現場の雰囲気を見ても思いました。で、まあ、仕上がった作品を見て、あのお二人が演じたやっぱり清澄と針のなんていうのかな、お互いを思う気持ちとか信じる気持ちとか愛しく思うこと、その全てが一点の曇りもなくて、なんかすごくこの映画から尊いものをなんか見せてもらった気がしていて、なのであの本当にこれに参加できて幸せだなと思いましたし、なんかそういった部分というか愛の部分をあのうまく母としてあの、うん、表現できたらいいなっていうふうに、まあ、魅力ですがちょっとやらせていただきました。ありがとうございます。中川さん、石井さん、嬉しいですね。嬉しいですね。嬉しいです、本当に。あのさっきも匠が言ってくれたんですけど、あの本当同じ事務所で小学生の時から一緒にこうレッスン受けたりとかしてた中 で、ただちゃんと一緒に作品で
一緒になるっていうことが実はまあなかったので、自分がこうやって主演でやらせてもらう作品に匠がこうやって形で出てくれたっていうのはすごく嬉しかったですし、本当に、はい、あとはあの原田さんは僕小学校6年生の時にお母さん役で、そうお母さんやってね、懐かしい、なのでそれ以来でこういう形でまたご一緒できて本当に本当に幸せでした、はい、ありがとうございます。さあそして矢田さんにも伺いたいんですが、はい、矢田さんが母親役というのもかなり新鮮だなと思ったんですけれども、はい、いかがでしたかこの母親役、はい、そうですね、私もそうですね、高校3年生にもなる大きなお子さんを持ってるというお母さん役というのが初めてだったので、最初本当に台本読んでもなんかイメージがあんまり湧かなくって、どうしようかなと思ってたところ、撮影前に一度中川さんと読み合わせをさせていただいた時に、すごくもう中川さんのもう何気ないこう2人の会話なんですけど、それがすごくリアルで自然で、本当に何だろう、心に残るというか、あ、こういう感じなんだなっていうヒントをすごくいただいたので、もうそこからはもうなんかイメージというか、あ、もう中川さん演じる清澄のことを本当に愛情いっぱい愛いっぱいに育てて見守って演じればいいなっていうふうに確信を持てたというか、そういう気持ちで撮影に挑んだので、なんとかうまくできてるかわからないんですけど、そういう気持ちでやりました。でそれでもう本当に清澄の母という役をやらせていただいて、本当に誇らしいと思いましたね、はい、とても素敵な息子で、はい、はい、中川さん共演シーンいかがでした、矢田さんと。いやもう本当こんなに陽気で楽しくて、そしていろんなことが見えてて、本当に強い、こんなお母ちゃんいたら最高だなって思いましたし、本当にあれ以降ずっとテレビで矢田さんをお見かけしたらお母さんと思って、本当嬉しい私も思ってる、あ、清澄と思ってます、はい、はい、ありがとうございます。そして矢田さん、堤さんが演じている、はい、ハリの父との初対面の車のシーン、はい、正直見ていてかなりゾクッとしたんですけれども、すごい怖かったですよね。もうあれはもちろん映像を見たらもうものすごい怖いんですけど、もう撮影もの時もめちゃくちゃ怖かったです。もう堤さんが怖かったです怖かった。そう、うん、もうお父さん、ハリのお父さんがもう本当に近寄っちゃいけないんじゃないかなっていうお芝居 でそれをもう感じたので、 あとは車のシーンも結構田んぼ道でリアルに走らせてもらったんですけど、やっぱり結構恐怖はありましたね、はい、まだ全貌を明らかにしないハリの父、はい、あの表情でさえ、うわ何かあるぞという、いやもう絶対ただものではないという、もう狂気というか、なんかもうもうそれをお芝居のもう表情で私は感じてたので、近寄れなかったですね、うん、堤さん、ハリの父、はい、狂気を秘めた父親ですけれども、はい、演じられていて、これはもうすごい役柄でしたね。もう正直忘れましたずいぶん前のことなんで、ただ覚えているのは長野の田んぼで広くてすごく気持ちよくて、トンボとかが飛んでてバッタを捕まえたなとか、あと家の設定のところ山奥の方でなんかトイレ行くのも電気がないようなところで、すごい自然のすごく素敵なところに行ったっていう記憶しかないです、はい、確かに家はかなり緑の多いところにありましたよね。奇妙な家なんですけど、そこの家の人もまた言うたらあかんのかな、こんな住んではるのに一つも出てこないんですよ。あそこってお使いになってるお家、人がいるんですよ、住んでるんですよ。でもいや表だけを使ってるんで、普通だったらちらっと覗いたりとかするじゃないですか。一瞬住んでないのかなっていうぐらい気配がなくて、俺だからそっちの方が俺より全然怖いな、この人ロケ地貸してくれてる人怖って思ってました、
石井さんもそれ感じてたんですか？全然つつみさんの方が怖かったです。なんでやねん。はい、でもあのハリとお父さんが住んでいる家としては確かにふさわしい物件でしたという。そうでしたね、表向きのところはね、はい、そしてつつみさんはサブ組への参加かなり久しぶりでしたよね。そうですね、はい、何年ぶりだったのかな。2002年ドライブぶりかと思うので。そうですよね、ずいぶん前ですよね。まあ、でも普段は2人仲悪くなって出なくなったわけではなくて、お互いにちょっと、まあ、長く最初デビューから一緒に何本やったんで、まあ、それぞれがどっかでお互いを頼りすぎてるところがあったんで、それぞれなんていうのかな、自分たちでまた勉強して、またいつか集まろうみたいな感じの気分だったんで、まあ、その間ずっと蓮さんとか寺島さんとかずっと出てたんですけど、僕はなるべく出ないように違うオファーもくれなかったですから。で、まあ、でも普段は会ってたんで、あんまり久しぶりっていう感じでもなかったですね、はい、久しぶりのそのサブ組の空気というのはいかがでした？まあ、相変わらずです。すごくいい雰囲気で、なおかつ集中するところ、昔レンさんとかみんな友野さんとか仲がいいので、現場に集まったらみんなもう撮影より楽し待ち時間の方が楽しくてワイワイしちゃうんで、一回サブが起こって死後禁止っていう日があったんですけど、そういう時から考えたらみんな役者さんもみんな集中してるし、あとびっくりしたのは今まで僕がその前までやった時はスタッフの数もすごく限られた人数の中で手作り感でやったんですけど、ずいぶんたくさんいいスタッフさん、照明機材からいっぱいいいのがあって、サブさん偉くなったなと思いました、はい、サブ監督そうなんですね。まあそうですね、はい、久しぶりにサブ監督堤さんご一緒されていかがでした？いや、会うと緊急報告ばっかりしちゃうんで、そのスタッフがそわそわうろうろしてました。現場ができてるのにずっと喋ってるんでなかなかっていう状態でした、はい。堤さん、そして主演のお二人、中川さん、石井さんに関してはいかがでしたか？現場でいろんな意味でハリっていう役とそのイメージってすごく難しいと思ってたんですよ。で、彼女は運動神経抜群だし、でそのイメージで難しいなと思ったんですけど、もう会って顔を見たら、でましてできた作品見たら本当に見事に演じてられたんで、まあ、中川君はほらもう普段からまっすぐな感じで、ちょっと抜けてるまっすぐさがある役にぴったりだったし、僕でも本当、僕は自分がちょっとしか出てないんですけど、でサブの作品は、まあ、どうしても友達として厳しく見てしまうんですけど、この作品は本当二人に見入りましたね、はい。ありがとうございます、はい、サブ監督、今回、ね、このようにとても素晴らしいキャストの皆さんも揃っていらっしゃいますが、本作で特にそのこだわって演出されたポイントですとか、本作映像化するにあたって、まあ、思いをぜひ聞かせていただきたいんですが、いかがでしょうか？とにかくキャストがすごく良かったので、もう俺は本当に全部こうすくい取ろうということで必死でした。で、久しぶりの堤真一もちょっと頼ってしまいましたが、でもそれで結局そういう芝居するのかっていうところで、ちょっと急遽シーンを増やしたりしましたね。で、石井さんのおっしゃってたそのいじめのシーンも、あれも大体1ヶ月ぐらいかけて準備っていうか、みんな集まってリハーサルしてもらって万全の体制を作って、あとは映像に関しても僕ずっとここ最近ベルリンで仕上げてるんですけど、もうなかなか日本映画では出せない色具合だったり、あとその CG 関係もいいところに発注いっぱいしてます、はい、確かにサブさんの色、そしてこの完成度、またそれぞれの役者さんの存在感が、堤さんももちろんすごかったんですが、皆さんの存在感がかなり大きいというところがね。そうですね、もう本当にもうさっきから喋ってて、若い子たちはちゃんと喋れるなと思って、それに引き換え堤真一はどうだなって思いました。うるさいわ。そんなことないですよね、堤さんね。まあでもしょうがないです、アホ同士ですからね、はい、ありがとうございます。ちょっとお時間の方がすいません迫っておりまして、
はい、締めのご挨拶をですね、皆さんそれぞれ一言ずついただきたいなと思うんですけれども、はい、ごめんなさい、順番がですね急遽変わりまして、すみません、堤さんからよろしいでしょうか。最後の締めのご挨拶を皆さんそれぞれ急遽いただくことになりました。あ、わかりました。本当に、出演者としてというより視聴者というか客として見て本当に面白い映画でした。何でしょう、監督の腕上げたなっていう、これはサブが本当に作ったのかと思うぐらい素敵な作品で、ぜひ若い人だけでもなく僕ら親世代も見てもなんかすごく痛く感じるものがあるというか、よく親は子供に無償の愛を持ってるんだって言うけど、この作品見たら親じゃなくて子供が無償の愛を親に捧げて、それを親が愛情を持って受け止めて育てられるかどうかっていうことなんだなって気づかされるような作品です。はい、本当に多くの人に見ていただきたいです。よろしくお願いします。すみさん、ありがとうございます。続いて矢田さん、お願いいたします。はい、今堤さんの言葉がすごく胸に響いたんですけど、本当にですねこの作品はサブ監督のとても個性あふれる素敵な映像と、本当に内容も面白くて、これは究極の愛が描かれているなと私も実感しましたし、そうですね、年齢は若い方から本当に年配の方まで本当に一人一人考えさせられるドラマに内容になってるなとも思いますし、そうですね、一人でも多くの方に見ていただけたらいいなと思います。本当に私もお客さんとして見ていて本当に面白いなと思って、私は4回見てます。はい、ぜひ皆さん見てください。ありがとうございます。原田さん、お願いいたします。そうですね、やはり、主演のお二人、中川さんそしてアンナさんがとにかく素晴らしいです。私も映画を見てもう涙が溢れて止まりませんでした。人を愛することがどれほど大切なのか、尊いことなのかということをとても感じさせてくれる映画だと思います。多くの方に、届きますように皆さんよろしくお願いします。原田さん、ありがとうございます。北村さん、お願いいたします。はい、本当に同世代として主演の2人を誇りに思いました。本当この映画で描かれるその2人の愛が痛々しいし、もうでも誰も触れられない入れない2人だけの本当にすごく綺麗で美しい愛情っていうのを見てて僕も涙が出ましたし、本当に僕は真っ赤な嵐という役でちょこっとですけど参加できて、そしてこう少しでも2人を支えれたことが嬉しく思います。たくさんの人に本当に見てほしいです。はい、ありがとうございます。松井さん、お願いします。はい、本当にこの映画は、すごくなんか切なくなりますし心が痛くなるんですけど、それ以上に大きな愛がすごくある映画だと思っていますので、私もこの作品に参加できてとても嬉しく思ってます。ぜひたくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。松井さん、ありがとうございます。井上さん、お願いします。はい、誰かのことをこう守ってあげたいとか助けてあげたいっていう気持ちはきっとみんな一度は抱いたことがある気持ちだと思うんですけど、この映画を見た後は本当に自分の大切な人、家族であったり恋人であったり友人のことを本当に抱きしめたくなるような映画になっています。本当に多くの方に見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。主演のお二人の前にサブ監督、すいません、お願いします。そうですね、とにかく出演者が素晴らしいのと本当に原作が面白いので、すごく自信があります。もう本当にその全部歯車がこうあったというか、撮影した季節もそうですし、その年齢も当時の晴れと清澄っていうところの美しさだったり
が本当にあのタイミングしか出せなかった気もします。とにかくこの面白い作品なんで、ぜひ劇場で見てほしいです。ありがとうございます。それでは石井さんお願いします。はい、そうですね、サブ監督のお言葉だったり本当に好きな役者の皆さんの言葉がすごく嬉しくて、なんか今日本当役者として役者を仕事にして生きていてよかったなって本当に幸せに思っています。この作品でこの作品の撮影が終わった後にすごいこう抜け殻のような状態になって、なんかそれぐらい全力を尽くした作品になったんだなってすごい思いましたし、ハリとして生きた証をぜひ映画館で見ていただきたいです。公開日までまだ少しありますが無事公開できることを願っています。今日はありがとうございました。石井さんありがとうございます。中川さんお願いします。はい、改めまして皆さん本日はありがとうございます。今日こうして、キャストの皆さんそして監督と、ここの舞台に立って、皆さんの前に立たせていただいて、いよいよ本当に公開するんだなっていうのを改めて、実感してます。本当にこの作品に初めて出会った時に絶対にこの役やりたいなって、思って、これ20歳になった自分が20歳になったばっかりの時に撮ってたんですけども、まあ、きっと年を重ねていったら忘れていってしまうであろう10代の時の、気持ちだったり、なんか大人と子供のこう狭間の瞬間にしか、もう今はもしかしたら2年以上経ってもう忘れちゃってることもあるかもしれないですけど、とにかくその瞬あの時にしか、できなかったことがいっぱい、監督に切り取っていただけたんじゃないかなと、思ってるので、本当に自分にとって大切な作品ですし、宝物のような映画で自分を本当に成長させてもらった作品だと思ってます。なので本当に、大変お待たせして待っててくださってた方に本当にいち早くこの作品を届けたいなと思ってますので、どうか、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。中川さんありがとうございます。以上で完成報告舞台挨拶の方は終了になるんですが、この後フォトセッションがございますので、キャストの皆さん監督の皆さん監督は一度ご講談いただきましてフォトセッションの準備をさせていただきます。ありがとう。